みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今日は間違い探しをしよう。今日のテーマは風です。動画の中の矢印は風の強さと向きを表しています。動画の中には本当の世界ではありえないことがあるので、間違いを探してみてね。あ、そうだ、ちなみに動画にアナヒコくんが出てきますが、それは間違いじゃないからね。それでは今日も Let's find the mistake。 みんな間違いは見つかったかな？ちなみに桜の花びらには間違いはありません。それではもう一度動画を見てみましょう。もうわかったかな？次はスローモーションにしてみるよ。風の向きに注意して見てみてね。よし、次は動画にヒントが出るよ。ヒントの場所を注意して見てみてね。もうわかったよね。それでは答えを一緒に見てみましょう。とても気持ちのいい日だね。団子も美味しそうだな。あれ、団子の旗が風と逆向きだね。あ、それに私の髪の毛とお花も風と逆向きに動いている。1、2、3、お、これで3つ間違いを発見。あと、アナヒコくんのあげているタコはちゃんと風に吹かれて上に上がっていくんだけど、タコの足が風とは逆になびいてる。これが4つ目。最後は風船。途中で風が強くなって花びらやタコが一気に飛んでいくのに、風船は変わらずふわふわと浮いているよ。これで5つ全部見つけられたかな？みんな間違い探しはどうだったかな？今日のテーマは風でした。ポイントは2つ。1つは風には物を動かす働きがあること。2つ目は物を動かす働きは風が強くなるほど大きくなることでした。今日の間違い探し楽しかったかな？今日の間違い探しについてもっと詳しく知りたいという子は実験の動画を見てみてね。正解した子はもっとクイズに挑戦。次の動画を楽しみにしてくれている子はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次回、バイバーイ。